それではね、結構コメント欄で多かったのが、ミッションのキャベのやつの、あ、もうクリアしちゃったんでないんですけど、ライジングラッシュ1000万以上を EX5 でクリアすると石100個もらえるやつね、これがクリアできませんっていう声が割と多かったんで、そちらの動画出していこうと思います。まあウィスとビルスが青と黄色なんで、まあ緑と赤で、火力出すことになるんですけど、一応おすすめのキャラクターがこちら、僕持ってないんでここ出してないんですけど、親子カメハメハご飯もワンチャン赤属性でいいかもしれない。ダントツでおすすめなのがゴルフリ。なぜかというと、まあ、火力がめっちゃ高いのはもちろんのこと、場に出た時に火ダメ 35% アップの能力低下持ってるんで、それプラスこの自分でね、バトル開始から60カウントの間、4ダメ 50% アップ持ってるんで、もう自分で 85% をライジング火力上げれるんで、かなり優秀です。こいつは持ってたらぜひ使いたいなって感じ。で、その次がアルティメットご飯吸収部。緑属性だったら次におすすめなのがアルティメットご飯吸収部です。まあ普通に火力 45% 上げれて、火力が出るって感じですね。はい。そんな感じ。あとね、地味にいいのが特殊をドローできるんで、その特殊交えて火力上げれる前とか、と組み合わせたら、まあ使いやすいかなって感じなんで、まあちょっとね、特殊をドローできる条件が難しいんだけど、バニシングで避けられるたびっていうのが安定しないんだけど、まあ、妥協できるキャラの中ではまあかなり強いかなって感じ。で、その次が、まあ、緑だったら、未来ご飯の変身するやつ。まあ、単純に変身後の、ラス1火力がめちゃくちゃ強い。トランクスが戦闘不能だったら自身の4ダメ 30% アップなんで、こいつを入れるときは GT トランクス入れて、あいつもね、自分で落ちバフ持ってるんで、まあ、そういうのと合わせるのがいいかなって思うんだけど、結構ね、限定されてて条件が。今回の敵レベル2000なんで、落ちバフ用キャラが育成されてない状態じゃないと使いづらいんで、まあ基本的にはなしかなって感じですね。で、リルド、こいつはビルスに、ライジングぶち込むキャラなんですけど、まあ単純に火力高すぎるってキャラですね。うん、単純にキャラ火力がめちゃくちゃ高い。打撃火力鬼なんで、まあ、ライジング打撃いっぱい詰めて、殴るって感じですね。ただ赤でね、殴るときに結構ね、1個ポイントがあって、ビルスが状態上無効と能力低下を3回無効化できるんですよ。なんで、紫前で特殊で縛ったりするには、3回紫前で先にね、あらかじめ特殊打つ必要があって、かなりめんどくさいです。うん。なんで、リルドとか赤属性で殴るときは、相手にデバフをかけるっていうより、自身に4ダメアップをパーティーにかけてくれるキャラを選ぶのがいいかなって感じですね。はい。ウィスだったらね、別に状態異常も効くし、能力低下も効くし、なんで、自身のバフを上げてもいいし、火ダメ上げてもいいし、どっちでもいいんですけど。ってことで、とりあえずね、緑と赤、両方、ライジング1000万出すね、パーティー作ってきてるんで、そちらご紹介したいと思います。2試合ともね、見てくれたら嬉しいです。それでは、動画どうぞ。はい、それではね、やっていきましょう。こちらのパーティーで、やっていきます。この順番で、とりあえずね、ウィスの体力を半分以下にしたら、ビルスに下げてくれるんで、速攻ね、ビルスを落としてやっていきます。フリーザがね、4ダメが60カウントの間しか上がってないんで、50%。それを大事にしたい。いやーん。ちょっと時間がないんで早めにしたいんですけど、ウィスさんめっちゃしつこいな。オッケー、フリーザで射撃入れて、もう必殺撃っちゃいます。ドカーン、ここ、あー、あぶね、止めれる。射撃撃って、打撃、オッケー、でかい。で、傍若出して、ボールを集めたい。あともう一個ですね、盤面的には。OK、来ました。これで必殺圧が欲しいんだけど、まあ来ないんで仕方ないかな。あ、来た、OK。こうして、あ、違う、間違えた。体育カウント回して、前で、火ダメ上げて、メイン使って、
打撃、ライジング。ちょっとなんか手順ミスった。ちょっと理想じゃなかったかもしれない。まあ、とりあえず必殺入ったんでどうだろう。あ、1000万いった。危ねえ危ねえ危ねえ。1000万いきましたね。よかった。とりあえずね、あの緑ではこんな感じで出しました。ちょっとミスったんですけど、本当は傍若からフリーザに変えて、そっから10カウント経って傍若をもう一回出して、でそっから前に交代して、でフラッシュ2回打って傍若また出して前に出して、ゴルフに出してライジングっていうのが理想だったんだけど、ちょっとミスったけど1000万出ましたね。はい、じゃあもう一個のパーティーでやっていきます。はい、今度はね、ビルスに対してライジングを当てて、攻略していこうと思います。一応サタン考慮しつつマイ経由のビルドで、まあなんだライジングを打つって感じですね。ビルスに対して本当はね落ちバフ使いたいんですけど、落ちバフを育成してたら多分ねカウント間に合わないんですよね。さっきやったんだけど硬すぎて。とりあえずサタンコールに入れてもらいます。サタンぐらいだったらね全然サタンコール圏内には入れてもらえるんで、とりあえずボール集めつつね、できたら特殊引きたい。うん、まあこれはしょうがないかな。 OK、 特殊引けた。サタンがね必殺2枚持てるんでそれが強いですよね。じゃあ前でフラッシュ入れて、射撃が当たらなかった。ドン、これは避けれますね。これを避けて射撃、とりあえずビルドでゆっくり投げていこうかな。ビルスを落としたくないんで、こんぐらいでいいね。こんぐらいでいい。 OKOK、 こんぐらいで、あと逃げ回ります。怖い怖い怖い。オッケー、射撃、打撃、打撃、もう怖い怖いんで、もう必殺打っちゃいます。こいつを落とさないと始まんない。ここかな、ここかな。オッケー、釣れた。あぶねえ。ビルド変えて打撃強っ。いや待って、それで受けないで、あぶねえ。ちょやめて、それで受けてくるの本当に本当にやめてね、本当にやめて。ここここ射撃、あぶねえ。射撃 OK、 落としたで、これで素で特殊引きたいんですよね。素で特殊引きたいんですよ。素で特殊 OK、 引けた。これでもう始まりです。もう僕の、あぶね、びっくりした。で、メインヤビが、メインヤビが、メインヤビが使いたい。オッケー。で、メイン使って、ちょ、待って、ちょ。で、リルド出して、特殊使って、必殺の火力上げるんですよ。で、特殊使って必殺の火力上げるんですよ。で、メイン使って、ライジング、待って、当たって、当たって。おーし、当たった。えらい。これでいきます。あぶねえ。OK、 決まった。サタンコールと前のね、ヨダメバフとかもいろいろ乗って、リルドが超火力でいってくれるはず。はい、1300万。出ましたね。はい、ここまでしなくても、まあ、出せるよって感じですね。めっちゃお膳立てしたんで今、まあ、そんな感じでね今2種類紹介したんですけど、まあ、最初に説明したと思うあのおすすめのキャラクターとかでリルドとか持ってないよって人は試してみてください。ってことで、クリでした。さよなら。